人間で一番愛らしい部位はどこだと思う？難しい問いだね。当たり障りのない答えならいくらでも用意できるが、少なくとも君にとっては耳なのだろう。当然、耳こそが一番愛らしい。コリコリと触り心地のある耳輪、なぞりやすい追耳輪花脚、指先で愛したくなる耳重、全てが愛おしい。食べてしまいたい。思われる音だったって君にもわかるだろう。わかるわけねえだろう。意味不明だ、そんなの。俺を早くこっから出せ。ほらご覧よ、君の幸福だよ。どうだい、美しいかい？わからないかい？わかるはずさ、君ならば絶対にわかる。少なくとも俺のものに手を出した怒りはな。安心しろよ、その耳はすぐに治るぜ。何度でも何度でも君と分かり合うためなら、いくらでも壊し続けよう。してたのに。さあ、非常に残念だけれども、彼とは同類じゃなかったみたいだからね。